綺麗にしまえた。元がどうやったか分からない。この間初めて使いました。200ボルト電源用のケーブル、こんなんです。ホンダで、なんかこれ謎の、なんか謎の液体、これやばそうな劇薬マークがついてますね。なんと無料で充電ができるということなんですよね。しかも茶でも充電の急速充電ということです。これお金はいらんじゃろ、あれやな。そうやろ、お金いらんやろこれ。なあ、今14キロワット。ちなみに、出力電圧がなんて書いてんこれ、369って書いてます。369ボルト。これ見えへんなこれ。出力電流が48アンペア。なんでただのどっから金が出るの。いや、それはこのあれちゃう、このホームセンター。ここは金が出るとか、それはようわからんもん。最初はさ、こういうのを設置して、なんて言ったらいいな、こういうホームセンターの客寄せみたいな感じで作ったのか、あとなんかこういうのつけたら税金がなんか良くなるとか、国の補助金とか、これ作った頃はあったんでしょうね。そうそう。まあそのただの恩恵がまだこの2021年の2月の時点でまだこちらあります。はい、こんな感じでまだただの恩恵を受けております。本題、ただが一番嬉しいね。動画になる。そうそう、動画になる。お父さんあれやな、昔電気の昔お父さんも電気の会社勤めてたから、ワットとか電圧とか大体検討するけど、この今の充電器はどんな仕組みになったのかね、知らんからね。そうやな、ちょっと仕組みを調べてみようかな。そやからどっちにしたってさ、車はこれ直流やろから、普通の関西電力は交流やから、一旦直流に変えないかんから、直流に変えないかん。この機械が直流に変える機械かもわからん。だからそのことはようわからん。今これ見たでわからん。交流と直流って何がちゃうの？電気の種類。あ、電気の種類。一般的に発電所が出た電気のこうプラス生なんですよ、交流やね。それをこういうそれをね、整流なんかの機械通したらまっすぐ電気ね、直流、波のない直流なんで、直流だから、そこのバッテリーとかこういう車のバッテリーとか全部交流じゃあかんねん、直流じゃないと充電できん。だから一旦発電所が出た交流を直流に直して、こういう充電せなきゃね。それ今の仕組みはね、どこでも一緒。交流はできないね。だからひげそれなんかあるでしょ、大体。あれも中に変換器がついてるの、ちっちゃいの。だからコンセントさ、交流用のひげそれとかでコンセントさしてこうみんな使えるのがあるけど、あれを一旦中にこういう、わからないけど整流器が入ってるから。だから、ああいうひげそれの小さいモーターなんかは全部直流、とにかくモーターは直流じゃないと動かんから、すべてどっかで直さないから。それからお父さん、もっと心配だ、これ、雨降っても大丈夫だ、心配するわ。大雨の時はどうするんでしょうね。雨の時は充電できないですね、危ないね。まあでも一応できるようになってんちゃうかな。防水なっとるのか知らんけど、なんか怖いね、感じやね。電気を知ってるものとしては。雨降れ怖いわ。そうやな。多分これどっかで漏電するから。絶縁するようになってると思うけどな。それだけ絶縁できてるいうことやろね。だってここ青空やもん。の屋根がないから。さっきまで雨降ってたんですけど。でもできてるからね。いいことだ。まあ比較的ここは人の少ないまあところなので。でも誰も時間ない。来て待ってることないね。そうやな。平日で金曜日ですが、誰も並んでおりません。ということで、まあ、30分制限がない、この、茶デモの無料急速充電が、まだ、残ってるということですね。そのうちここも有料になるかと思います。あれ、普通の他のところでは時間30分で決まった？うん、大体30分ぐらいかな。あ、そうです。そうせんとどんどん後ろがな、まあ、迷惑かかるんで、今 75% まで溜まりました。電気自動車はあんまりね、なんか溜めすぎるとバッテリーが傷むということで、しかも急速充電はなんか 80% 以上がかなり消耗するらしいですね。何やったっけ、リチウムイオン電池積んでます。リチウムイオン電池は 100% まで溜めない方がいいらしいです。やっぱり無理するわけやね。そうそう。で、なんか聞いた話によってデルのパソコンとかでシステムであるらしいんですが、50% 前後を貯めると電池の長持ちがすると。だからまあ 50% から 60% ぐらいの間を推移して、貯めすぎないっていうね、そういうなんかタイマー的なやつがあるらしいです。そうすると寿命が長くなると。ちなみに今これトリップ AB、トリップ今2982キロ走りました。もう3000キロぐらい走ってます。で、電費っていうのがこれ 6.2 キロワットアワーですね。これはよう分からへんな。これ普通のガソリン車にしたらリッター6キロってことかな。ガソリンは燃費言うから、これ電気が電費言うんやな。電費。ホンダ E は、35.5 キロワットアワーなので、この 6.2 を 35.5 でかけると、約220キロ走ると、そういう答えになりますね。カタログ燃費上は、285ぐらいだったと思います。まあ、それより、まあ、そのカタログ燃費ぐらいは走らないんですが、まあ、それでも220キロ走るという、今この計算になりますね。21.6 キロワットアワー使いましたという表記が出ましたね。ご利用時間10時から19時。はい、こちら、芦屋の市役所です。奥にね、プリウス PHEV が止まってます。あちら、今200ボルトの、電源が、まあ無料でここ使えるということで、まあ来たんですけど、まあこういう状況ですよね。大体ね、無料のとこってね、街中だったらあんな感じで止まってることが多いです。まあ無料で、まあ、200ボルトってなるともう結構ね、やっぱ時間かかっちゃうんで、なかなか難しいところあるんですが、やっぱね、ガソリン車はこういう、待ち時間とかいう手間がないですよね。だいたいガソリンスタンドに行けば、まあ、5分ぐらい早かったら、支払いまで済ましてね、まあ、10分もあれば余裕でトイレ休憩してる間に、入れれるということですよね。で、まあこれはね、電気自動車なんでガソリンを入れるとこが当たり前ですがないわけですよ。やっぱりね、基本家にコンセントがないと。では今日はここは諦めます。まあでもホンダ E のこのでかいパネル、これもすごいおしゃれでいいなと。で、デジタルミラーね、これも魅力ですよね。まあ魅力なところ結構満載です、ホンダ E。あとね、これ、ワンペダルドライブ。これがかなりね、ワンペダルドライブ。これがね、かなりいいです。ブレーキね、踏まなくていいんで、普段。普通の車に乗ると、なんか、ブレーキ踏まなくちゃいけないんだなという感じがして、なんかね、結構ブレーキ踏む操作がめんどくさいなと最近思っております。はい、ホンダ E 帰ってきました。これね、さっきの減速するときはブレーキね、踏まなくて減速するときはこれブレーキがつくみたいです。ここね、ピッピッと。いや、ホンダ E のアドバンスは駐車がね、自動でできるやつがあるんですけど、あれね、つけたかったですよね。ちょっと体験してみたかったけどな、まあいっか。ちなみにね、バックするときはこのミラーにこの黄色のね、ガイドが出るので、これを左右を目印に、やる感じですね。まあそうすると大体真ん中に行きます。はい。到着。よっこらしい。あとホンダいいね、これ。電源スイッチ押さなくていいです。出るときも。ここにボタンがあります。ちょっと反応悪いよな。これでロックです。もうね、これでエンジン切れますんでね。エンジン切れるよな。そうそう。このライトがね、切れると、あ、もうこれで今電源降りました。まあ乗る時もね、ボタン押さないです。本当にその辺は便利ですね。はい、では終わります。じゃあね、バーイ。